どうも竹次郎です。竹次郎食堂第2回目ということでですね、今日はお菓子を作っていこうかなと思っているんですけども、家でできる簡単なおやつ、お菓子といえばですね、皆さんこれをすぐ想像するんではないでしょうか。じゃん、ホットケーキですね。お砂糖とかベーキングパウダーとかが小麦粉の中に全部含まれててですね、卵と牛乳を足してフライパンで焼けばね、すぐふわふわのホットケーキができるという非常に便利な粉なんですけどもね、まあ、ホットケーキミックスなので、まあ、皆さんね、こうふわふわ系なお菓子を想像している方多いんじゃないかなと思いますが、実は違います。今日はですね、この粉を使って某コーヒーチェーン店で売られているチョコチップが入ったスコーンを作ってみようかなと思っています。それでは早速作り方を見ていくことにしましょう。作り方はね、至って簡単です。ボウルを一つ用意してですね、さっき紹介したこの材料全部混ぜます。ホットケーキミックスね、そしてお砂糖、これバターですね、常温に戻しておいた方がね混ざりやすいです、はい、ちなみにこのバターは、この間の動画で作った自家製のバターです。はい、そして牛乳です。これを混ぜていきます。こういう風にちょっと固まってきたらチョコチップを入れます。今日僕が使ってるのはですね、チョコベビーです。板チョコをね、細かく切らなくて済むので、こういうの便利なので使いましょう。せっかく売ってますからね。こう生地にちょっとこう押し付けるみたいな感じでチョコチップをね、奥に練り込んでてください。チョコチップを入れてから、さらに、こう練ってるとですね、ひとまとまりになってきます。こういう風な感じになったらね、これを8等分していきましょう。そしたらですね、これまとまった生地を、焼いていくんですけども、こうやってオーブンシートを敷いたオーブンの天板に8等分して乗せていきます。某コーヒーチェーン店のスコーンは三角形なんですけどね、うちのスコーンはね、四角にしてみようかなと思います。だいたい厚みは1センチあるかないかぐらいの四角形にしてみました。はい、形作りが終わりました。で、これ形作ってる間にですね、オーブンの方180度に予熱しておいてくださいね。予熱が終わりました。スコーン入れていきます。あっち180度で20分焼きます。焼けました。じゃあ出してみましょう。はい、スコーン焼けました。はい、できました。さあ早速、熱いですね。早速いただいてみたいと思います。おー、ちょっとしっとりめの感じですね。外はカリカリしてます。チョコチップがね、ちょうどいい甘さになってますね。あの外はサクサクしてるんですよ。あのちょっとね、軽いクッキーみたいな感じの食感なんですけど、中はねちょっとふわっとして、なんだろうね、やっぱりホットケーキミックスだからですかね、ちょっとホットケーキっぽい感じがありますけど、でもね、ちゃんとスコーンに、なってますね。すごい
最初ちょっとあの粉に対して水分がやっぱりちょっと少なめなので、あのまとまるまでちょっとね根気がいるんですけど、手ごねにしてから5分ぐらい呼吸ってちょっとやってたらちゃんとね一つの塊になりますんで、水分足りなくて失敗だって思わずにこうぐっと練り込むようにしていくと、あのまとまりやすいのでね、ぜひ、試してみてください。明日のねティータイムとかに、お茶受けにいかがでしょうか。すごいね簡単にできるのでね、ぜひ試してみてください。ということで今日はホットケーキミックスを使って簡単スコーンを作ってみました。したっけねー。